サッカー J3 リーグのアスルクラロ沼津を運営するアスルクラロスルガは渡辺隆社長が退任し後任に高島健弘新社長が就任することを明らかにしましたアスルクラロ沼津は今シーズン最終節を残し J3 リーグで15位と低迷チームの再建に向けてフロントと現場の指導体制を一新する方針です サッカーの J3 リーグのアスルクラルヌ沼津を運営するアスルクラロスルガは渡辺隆社長が退任し後任に J1 鹿島で育成部長などを務めた経験を持つ高島健弘新社長が来月1日付で就任することを明らかにしました。都内ののの不動産会会社経営谷剛さんの新会長の就任や 来シーズンから新監督にクラブ OB の中山雅史さんを迎えることも決めていて来シーズンに向けてチーム力の強化とチームの経営基盤の安定を掲げています。